次に小野泰輔君。はい、委員長。小野君。日本維新の会の小野泰輔でございます。まず冒頭に、質問の機会をいただきました山本理事、我が党の同業委員、そして時間の調整もいただきました高井派の皆様方に心より御礼を申し上げたいと思います。今日私は、この区割り法案のことについて、ご質問させていただきたいと思います。違憲状態であるというような判決も経て、これ努力してきて、是正がなされたわけでございますけれども、アダムズ方式ということで、やはりやらなければですね、この一票の格差、投票価値の平等というものは、これ、しっかりと適正化することはできないということで、今回の10増10減というふうになったわけでございますけれども、まずですね、お伺いしたいのは、今後のことなんですね。とにかく先ほどからもさまざまご指摘がありました、福岡の方で 1.99 倍ということでですね、非常にぎりぎりのところでクリアしているというようなこともあります。今後も地方の人口減少というものがですね、進展していった場合にですね、さらなる地方の選挙区の減少というものが当然予想されているんですけれども、このことについての予想、あるいは懸念していることがあれば、ぜひ伺いたいと思います。森自治行政局選挙部長。お答えいたします。お尋ねにつきまして、社会保障人口問題研究所による将来推計人口に基づきお答えしたいと存じますが、当該人口は前回の平成27年の簡易国勢調査の結果に基づくもので、あと外国人も含めた全国民ベースのものとなっておるものが約5年前に公表されているものでございます。これによる2030年の将来推計人口に基づいて計算をした場合に、今回の10増10減を実施した後の都道府県別定数と比較すると、東京都、愛知県、それから今ほどの滋賀県、岡山県、また福岡県でそれぞれ1人定数が増加、北海道、秋田県、茨城県、群馬県、香川県でそれぞれ1人定数が減少する試算となるものというふうに承知をしております。なお、これは推計値を用いた試算でございますので、実際には外国人を除いた10年後の実際の日本人の人口に基づいて、その時点で改めて計算をされるということになるものでございます。それから、また今後の懸念事項ということでございますが、区割り審が区割り改定案の作成にあたって、都道府県知事に意見紹介を行っておりまして、その際、回答いただいた知事県においては、地方の定数が減少することについて、地方の代表が減ることによって、地方の声が国政に届きにくくなる、反映されにくくなること、それから国家の方向性や行く末を人口の多い都市部から選出された議員だけで決めていくことを懸念する、こうした意見があったということで承知しておるところでございます。小野泰輔君。人口の推計にですね、外国人が入っているということもありますので、どこにじゃあ外国人の方が多いかというと、やはり都市部が多いということもありますので、この推計自体はですね、変動もする可能性もあると思います。より地方の方がダメージが少ないというようなこともありようかというふうに思うんですけれども、ただやはり少子高齢化というのがどんどん進んでいると。で、私も今東京の選挙区ではありますが、地方で妻と子どもを置いてですね、逆単身赴任で子育てをしています。やはり客観的に見てもですね、子育てのしやすさを考えると地方の方が子どもが多いと。しかしそういったところが、若者がどんどん、これ働く場の問題もありますけれども、都会に流出をしていって、そして都会でですね、子どもをなかなか産めるような環境が整っていないということで、人口が減ってしまうということが当然予測できるというふうに思いますので、そういう意味ではですね、やはりこの地方創生策といいますか、そういったこともちゃんとやらなければいけないんですが、この選挙制度もこのままでいいんだろうかという問題意識は私は非常に多く持っています。私の場合には今、選挙区は東京ですから、5増えるわけですけれども、ただそれがいいのかどうかというとですね、非常に疑問を持っていてですね、先ほども徳永委員が非常にいい質問をされておりましたけれども、私も今日はこの後、空本委員が
空本委員も実は自分自身の選挙区も減ってしまうということ ですね、かなり厳密な議論もあろうかと思いますが、私はもうちょっとこの日本全体の社会の在り方と、そして地方と中央との関係での選挙区の在り方、この辺の大きな話を議論していきたいというふうに思っています。そういうことで人口がですね減っていく中で、特に地方においてですね、これから定数が減ってしまうというようなことが、先ほどの答弁でもありましたけれども、ただこれ減らすといってもですね、本当に例えば1とか0というふうにはしてはいけないというふうに思うんですね。やはり先ほども質問にもありましたけれども、地方の実情をちゃんと反映するような議員というものを置いておくということが民主主義にとって非常に大事だと思いますし、私も先ほど徳永委員の質問をお聞きして驚愕しましたけれども、1万平方キロメートルと、これが最大の面積で、最小の面積が東京2区のわずか20キロ平方メートルと、この大きな違いというのもありました。で、そういう広い場所にですね、議員を、じゃあ本当に1人でいいのかというとですね、2人置く必要があるんじゃないかとかっていう話もあると思います。そこでお伺いをしたいんですけれども、ダム仏方式をですね、また維持をして、そして人口が最小の県で今の定数を維持した場合の衆議院の議員の全体の定数というのは、これ一部の政治家もおっしゃっていることでありますけれども、衆議院議員をやはり増やさなきゃいけないんじゃないかというようなことをおっしゃっている方もおられます。ただ私どもはそういったことを理由にして議員を増やすということに対しては、これはやはり慎重に考えなければいけないと、常に議員は自らのパフォーマンスを上げてですね、そして最大限働く、そして野放図に議員が増えるようなことがあってはならないというふうに考えているんですけれども、お伺いしたいのは、アダムズ方式で、一番定数が、人口が一番低いところでですね、ある一定程度の定数を維持した場合にですね、議員の増という可能性が今後も出てきうるのかどうかということをお伺いをしたいと思います。森自治行政局選挙部長。答えをさせていただきます。衆議院議員の定数についてということでございますが、今般のアダムス方式導入に至る平成28年の衆議院選挙制度に関する調査会答申では、現行の衆議院議員の定数は国際比較や過去の経緯などからすると多いとは言えず、これを削減する積極的な理由や理論的根拠は見出しがたいとしつつ、衆議院議員の定数削減は多くの政党の選挙公約であり、主権者たる国民との約束である。このことから、削減案を求められるとするならばとして、衆議院議員の定数を10人削減して、465人とする案が示されたものと承知をしております。そして小規模な県の定数を維持するためには、定数を増やさなければ対応できないんではないかというところにつきましては、今回も確かにその10増10減ということで、現行の定数のままでいきますと、いわゆる人口が減少県のところの定数が減っていると、これは事実でございます。そうした観点からすると、定数増加という議論というのも出てくるわけでございますけれども、また定数のあり方については、その増のベクトル、また減のベクトル、さまざまなご意見もあるかと思いますけれども、そういったことについては、議会政治の根幹に関わる問題ということで、各党各会においても、これまでも議論いただいておりますし、今後もご議論いただくべき事柄ではないかというふうに考えるところでございます。小野泰輔君。はい、ありがとうございます。各党も本当に自らがですね、痛みを伴いながら、議員の数を増やさずして、なんとかこの最高裁が出したこの判決に従うようにですね、努力をしてきたということだと思うんですけれども、ただ私はそれも限界に来てるんじゃないのかというふうに思うんですね。先ほど申し上げたように、もうすでにこの区割り後の1票の格差も 1.99 ギリギリで踏みとどまっているところがいて、5年後にはですね、見直しでまた選挙区の調整をするんでしょう。そういう意味では、先ほどもこのいろんなですね、
今のボーダーにいる選挙区民の方々がまたちょこちょこと変わってしまうというような不便も、これも与えてしまうようなこともあります。先ほども浦野委員と話してたらですね、団地の中でも区切りがあるんだと。私もこの港区などでですね、活動していますと、もうタワマンごとに、マンションごとに選挙区が違うなんてこともありますけれども、まあ、こういったことをまあやるんでしょう。ただ、やはりそういったことで一票の格差をですね、調整する、そして地方でどんどん減っていく議員をどうするのかという問題をですね、このままでうまくいくとは到底思えないんですけれども、まあ、非常に大きなジレンマがあると思います。そこで寺田大臣にお伺いしたいんですけれども、こういった状況、非常に私はもう八方塞がりのところ、あるいは備忘策をずっと重ねてきているというふうに思うんですが、このことについてどうご覧になっているか、これは政治家の立場として結構ですので、ご見解を伺いたいと思います。寺田総務大臣。まあ、この今の衆議院小選挙区のですね、この都道府県別この定数、これはもう委員ご承知のとおりですね、区割確定審議会設置法に基づくいわゆるアダムズ方式によりですね、10年ごとの国勢調査、また中間年における見直しも含めてですね、このなされているところでありまして、まあ、それに基づいて今回もですね、この区割改定の案を出させていただいておりますが、このやはりこの先ほども答弁しましたとおり、この選挙区の安定性というのも非常に重要な要素でございます。で、このアダムズ方式についてはですね、この各都道府県への議席配分方式について、この比例性のある配分方式に基づいて、都道府県に配分することなどをですね、満たすべき条件とした上で、まあ、このさまざまなこの方式が検討される中ですね、従来の定数配分から変動要因が最も小さい方式としてですね、まあ、これが望ましいとされたことを受けましてですね、平成28年にこの立法化されたわけでございます。で、この選挙制度の在り方について、やはりこれ、議会政治の根幹でございます。各党、各会派においてですね、ご議論をいただくべきでありますが、特に人口減少地域、また地域間格差がですね、拡大をしている中で、地方のですね、人口減少を食い止めていくことや、また過度の都市部への一極集中の是正というのは極めて重要な、これも政策課題であります。したがって、この活力あるこの地域づくりの実現に向けてもですね、関係省庁として重要政策として取り組んでいきたいと思います。小野泰輔君。非常にもう限界に来ていると思います。で、私が最高裁の判決をいつも見てて思うのは、まあ、先ほど徳永委員がですね、ご紹介した資料にも書いてありますけれども、まあ一票の格差とですね、それからさまざまな民意の適切な反映というものを、これを調和を図ることが求められているというふうに、まあ、いつも判決で言うんですけれども、ただ結局は厳格なこの2倍というですね、ものを上回ったらダメだというふうなことが課せられていて、結局はかなりこれ厳しいロープで縛られているんじゃないのかなというふうにも思うわけです。ですからやはり政治が、この地方が疲弊している状況が日本が存続していくためには非常にこれ重大な問題なんだということを認識して、一票の価値の格差以外の部分についてもですね、考えていく必要があるかなというふうに強く思っているんですね。これは自分自身の選挙区がどこであるとか関係なく、政治家すべてが考えなければいけない問題だというふうに思います。まあ、そこでですね、投票価値の格差をある程度容認している選挙制度というものを、まあ、上院ではよくあるんですけれども、下院においてもですね、採用しているような外国の事例というのがあるのかどうか、これをお答えいただきたいと思います。森自治行政局選挙部長。お答えをいたします。諸外国における人口以外の要素が考慮された選挙制度については、例えばアメリカにおいては上院議員は各州2名ずつ選出をする旨、下院議員は人口比例による定数配分を原則とし、各州に定数1名保障する旨がそれぞれ連邦憲法に規定されているものと承知をしております。まあ、この結果としてアメリカでは連邦制で各州2名とされていることから、格差が2020年4月の人口で 68.51 倍、また下院については、こ
これは2010年の国勢調査人口になりますが、1.88 倍と、こんな状況でございます。それからフランスにおいては、上院について地方公共団体の代表を確保し、間接選挙により選出する旨が憲法に規定をされておりまして、具体的には、おおむね各県を選挙区の単位として、県内選出の下院議員及び上院議員、衆議会議員、県議会議員、町村議会の代表を選挙人などとする間接選挙により選出することとされておりまして、現在の定数配分は、おおむね人口15万人までにつき1人、それを超える場合は、人口25万人までごとに1人ずつ追加して配分されているものと承知をしております。まあ、この結果として、上院の最大格差では、2020年1月の推計人口で 5.06 倍、また他方、下院については、これ、2019年の人口になりますが、2.66 倍というふうであるものと承知をしております。それからスペインにおいては、憲法上、これ、上院を地域代表と位置づけた上で、直接選挙により選出される議員については、原則として各県に4人定数を配分し、自治州議会の指名により選出される議員については、各州に少なくとも1人の定数を配分することとされているものと承知をしているところでございます。小野泰輔君。はい、詳しいデータのご紹介ありがとうございました。まあ、そういう意味で、われわれが当たり前のように思っている、すみません、1人1票の価値の平等というものもですね、これも最高裁判決がまさに言っているように、絶対の基準ではないわけですね。ですから、このことをもっと我々が議論しなければいけないんだというふうに思います。私は法学部で一票の価値について憲法で学んだときにですね、まあ、その通りなんだなというふうに思いました。そして、二票やはり行使するとそれは不平等だということで、2.0 ですね、以上になってしまうと、これは違憲だという理屈もすごくこうストンと落ちたんですけれども、ただ考えが変わったんですね。それは私が地方行政の場に行って、そしてそこにはですね、本当に山林でもう誰も手入れできてないところに山深く入っていって、そして山を守っている、そしてその下の地域の人たちに恩恵をもたらしているような人がいるわけです。しかしそういった人たちの思いとか、そしてやってほしいということは大都市に住んでいる人にはなかなか伝わらないんですね。ですからやはりそういったことも考えて我々の国土を守っていく、そして先ほど申し上げた人口減少社会にどう対応していくのかということについてですね、もっともっとこの選挙制度、そして政治制度も政治家が裁判所に言われているからではなくてですね、もっと柔軟に考える、先ほどのようにですね、この海外ではもうすでにそういうことが行われていると、まあ、アメリカの上院の場合にはですね、もう58倍もついているんだというようなこともやはり考えるべきなんだというふうに思っております。そしてもしそれがなしにですね、例えば一票のその投票価値をこれをちゃんと保とうということであればですね、一人一人の議員のこの議決の重みをつけたっていいんじゃないかというふうにも思うんですね。それぐらいの大胆な発想転換で我々がこの問題に立ち向かっていくということが必要だというふうに思います。それでは最後にですね、今回のこの区割りの法案についてですね、なるべく単一、一つの自治体がですね、複数の選挙区がまたがらないようにするというような努力がされたというふうに思います。まあ、これはもちろん、5年後にまた崩れてしまう可能性は大なんですけれども、このことによって、自治体の負担というのは具体的にどれぐらい減るものなのかということをお伺いを最後にしたいと思います。森自治行政局選挙部長。対応いたします。今回の衆議院議員選挙区確定審議会による都道府県知事に対する意見紹介の回答においても、市区町の分割の解消を望む理由として、選挙事務の煩雑化などの弊害があることも挙げられていたものと承知をしております。具体的には、分割市区町においては、同じ市区町でありながら選挙区が異なることによる有権者への適切な周知だとか、開票所の増設や変更、あるいは増設をした場合の事務従事者の確保、それからまた選挙公報の配布誤りなどがないように注意が求められるなどといった負担が生じるとして、解消が求められてきたものと承知をしております。
今般の区割り改定案におきましては、分割市区長は現行の105市区長から32市区に大幅に減少し、3分割されていた市長は解消されたところでございまして、これにより、今ほど申し上げたような選挙事務等の負担が軽減、解消されることが期待できるものと考えているところでございます。小野泰輔君、はい、ありがとうございました。とにかく大胆な改革が必要だと思います。私どもは道州制を含めてですね、やはりもっともっと自在に選挙制度を組み立てられるような仕組みも考えるべきではないかというふうに思っています。ありがとうございました。次に空本